さあここで今勝利をした早田選手にインタビューをお願いしたいと思います。第1マッチに続き第2マッチも勝利、今の気持ち聞かせてください。はい、赤江選手とは練習含めて4回目で、まあ、本当に勝てるか分からなかったんですけど、本当に自分たちがこうやることっていうのを決めて入って、まあ、そこから本当に苦しい試合ではあったんですけど、最後まで笑顔を忘れずに戦うことができて良かったなと思います。そして2試合目は、まあ、安藤選手もすごい、今日のパフォーマンスはすごく良くて、私自身もすごい難しい試合だなと思ってたんですけど、まあ、2-2 の 8-6 で1本取られた時、8-7 になった時に、多分、インドシンガポールで戦ってた自分だったら最後諦めかけてた部分があったんですけど、そこをそのインドとシンガポールで反省したところを生かして最後勝ち切れたっていうのは本当に自分の成長につながったなと思います。ありがとうございます、早田選手。
37, 4番目。